こんにちは、エビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのクリプトンというヘビについて種類についてご紹介したいと思います。今までですね、基本モルフとかよく紹介してきたんですけど、モハベとかファイヤーとか、ブルーアリューシー、ブラックアリューシーとか、GHI とか昔からいる基本モルフを紹介してきたんですが、クリプトンはね、もう最先端というかよく分かってない。遺伝にはですね、有性、共有性、劣性とか、なんか場合によっては対立遺伝とかいろんなのがあるんですけど、クリプトンはクリプティックっていうモルフとクラウンっていうモルフの対立遺伝だと言われています。対立遺伝って何なんだっていうのを説明すると3日ぐらいかかるので、今日はね、なんかすげえっていうのだけ見てもらえたらいいかなと思います。これレオパードクリプトンですね。モルフを分解するとレオパードヘテロクリプティックヘテロクラウンってなるんですけど、結局は共有性なのどうなのか、対立遺伝がどうなのどうなのみたいなのがまだちょっとね、やや言われているようなので、これもアダルト個体で繁殖可能ですから、これを使って繁殖して検証していきたいなっていうのも思っているんですが、クリプトン最先端すぎてよくわからん。いろいろ検証してまた勉強して、クリプトンこうだったんだよっていうのをご紹介したいなと思いますけど、珍しいのでね、すごい珍しいので見ていただきたくてご紹介しました。クリプトン、強そうな名前です。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つけど、この子は全然丸まりませんがの中でも、クリプトンという種類のモルフについてご紹介しました。はい、当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。